今回はオステオスペルマムの育て方についてお話ししていきたいと思います。オステオスペルマムっていうのはね、こういったバシッと枝が茂ってつぼみがたくさんある、こういった植物、花色に特徴があってすごく艶っぽい色なんですよね。光沢のある色というか、 花びら自体に光沢がある色ではないんです、花びら自体に光沢があるわけではないんですが、花の色が光沢がある、オレンジとかこういった、ちょっと待ってね、こういった黄色、すごくちょっと動画では分かりづらいんですけども、非常に光沢のある色合いが魅力的な植物です。はい。オステオスペルマムの育て方のポイントとしては、花摘みですね。これ、花がこう咲いてて、終わってくるとこういうような感じで傷んでくるんですね。で、よく手でつまもうとするんですけど、これ、硬くてね、取れないんですよ。なので、必ずハサミでパチッと切ってください。切ることによって次のつぼみが花が咲きやすくなりますので、必ずこれ花摘みはハサミで切る。これを欠かさずやってください。すんごいね、花を割ったやつ出るんですよ。春終わって夏近くなってくると本当にね、花を割ったの多いんです。で、こういう小さいポットだと余計ですね、花の終わりが早いんですね。大きな鉢に植えてあげると花の持ちがいいので花摘みも楽になりますから。この株自体もね、かなり大きくなる植物なので、大きな鉢に植えた方が花摘みは楽になると思います。はい。そして、置き場所は日当たりに置いてください。夏場はね、ちょっとね、夏に弱いので、夏場はできれば涼しいところに置いてください。枯れるってほどではないんですが、元気がなくなるので涼しいところに置いてください。冬はうちの中で冬越しです。はい。水かけはね、特に気をつける点はありません。肥料は春と秋与えてください。はい。夏場やお休みしてますので、虫はね、特にこれといって気をつけなきゃならない虫もつかないので、非常にそこら辺は育てやすい植物です。ということで、一株でね、かなり大きくなる、わっとこうね、秋にはね、これの倍以上になるんですけど、なのですごく大きくなる植物なので、大きな鉢で育てると非常に楽しい植物のオステオスペルマム、スペルマムでした。ちなみに最後にね、ちなみに、オステオスペルマムにすごいそっくりなディモルホセカっていうのがあるんですけども、花ほとんど同じなんですね。で、値段が何が違うか、ディモルホセカとオステオスペルマムって何が違うかというと、こっちは多年草で来年も咲くんですけども、ディモルホセカは来年咲かないです。なので、当然ですね、このオステオスペルマムというのはこういうふうに結構ラベルがついていて、で値段も高いです。200円以上、300円、400円ぐらいの値段です。ディモルホセカはだいたい150円とか、安いところだと100円ぐらいで売ってるところがあるんです。で、似てるので、あ、ラッキー、安いの買ったと思いがちなんですが、そっちの安い方はだいたいディモルホセカなので、長く見れません。長く見たい場合には高いやつを買ってください。はい。ここがディモルホセカとオステオスペルマムの違いと注意点です。ということで、今回はオステオスペルマムの育て方についてお話ししました。